記物語である吾妻鏡に記載が残る曽我兄弟の仇討ちに取材しています。父を殺された幼い兄弟がやがて成人して悲願の仇討ちを成し遂げた話で、源頼朝が行った富士の巻狩りの場が舞台でした。曽我の十郎助成と五郎時宗が宿敵工藤の助経に挑み本懐を遂げた後、二人とも亡くなりました。仇討ちは武家社会に長く広く認知されてきた報復の作法で、当事者にとっては半ば義務にも近く、武士の模範として能、人形浄瑠璃、歌舞伎などの演目となり、浮世絵にも好んで描かれました。では能夜討ち曽我のご紹介です。前場では仇討ちの決意を胸に、巻狩りの会場富士の裾野についた兄弟が母への形見を家来二人に託します。後場は騒然とする巻狩りの場です。すでに仇討ちは終わっており、警戒する侍たちの前に刀を手にした弟の五郎が現れ、立ち回りシーンとなりますが、間もなく捕らえられてしまいます。能の主人公であるしては表、いわゆる能面をつけることが一般的ですが、それは夢の中で物語が展開する無限能の場合で、現実のドラマを演じる場合は表をつけない、ひた面で登場します。立ち回りのシーンを勇壮な歌いでお聞きください。流儀は宝生流です。己は何者ぞ、御所の五郎丸、荒物ものしと、和田が見つかんで、